題の車紹介チャンネル遠藤チューブへようこそ。さよです。今日はやっちゃい日産でおなじみの新型エクストレイルのご紹介です。いよいよ、はい、日産車の登場ということで、はい、今までね遠藤チューブ日産車がなかったという。そうですね、今回初めて日産車両のご紹介ですね。楽しみですね、うん、どんな走りするかすごい楽しみです。はい、こちらの車両はねエクストレイル一番いい E グレードですね。上位グレード、上位グレードの G グレード E フォースということで、はい、非常に試乗も楽しみです。それでは見ていきましょう。はい、それではフロントから見ていきたいと思います。はい、フロントマスクね非常にかっこいい。そうですね、うん、男らしい。なんか初代とか今までのなんかタフギア感みたいなのはないけど、結構そうだね、ちょっとなくなったね。うんうんうん、未来型の感じになってきた、都市型の SUV っていう感じになってきてる感じしますね。うそうですね、うん、でこのヘッドライトもね、はい、2段に分かれて。そうですね、ここ2段に分かれて、下がヘッドライトで上がウインカー、ウインカー、ターンランプの方になってるっていうことで、そうですね、はい、で下も LED になってるってことですね。そうですね、その下のシルバーメッキ加色されてるということで、うん、まあ、ここは非常に豪華な感じに、うん、そうですね。あとねここにねエクストレイルって書いてある。なんかここにもちょっとしたエクストレイルの主張というか、かっこいいね。うん、かっこいいね。このさりげなさが、そうそうそう、いいと思います。と日産のマークが新しくなっている。あ、そうやね、うん。日産マーク変わりましたね。変わりましたね。なんかこのグリルの感じは結構日産特徴というか。そうですね。うん、ノートとかオーラ、アリア、こういう感じの統一感のあるデザインになってると。うんうん、はい、フロントはそんな感じになります。じゃあ横行ってみましょう、はい、タイヤですね、タイヤホイール19インチかな、うん、タイヤが 235555R19 インチ、 G グレードはこの19インチですね。で S は18インチになってると、うん、でタイヤはハンコックのエゴ3。ハンコックもね最近すごく新車でも付けられてる、うん、まあ、いいタイヤになって、うん、でテスラとかにも付いてますね、うん。なんかこのホイールの感じがすごい SUV 感出てる、うん、力強いデザインで。そうですね、いい感じですね、かっこいい。はい、じゃあ次行ってみましょう、はい、次行きましょう。でここオプションでルーフレールがついてる感じですね。そうですね、こちらはオプション、うんうん、メーカーオプションのルーフレールがついてると、うん、なんかエクストレイルの特徴でこのルーフレールがついてるっていう感じのイメージがある。確かに、うんうん、ここにねキャリアをつけて、うん、でスノーボードを乗せたりとか、うんうん、自転車を乗せたりとか、そういうイメージが強いね。そうですね、結構アクティブに動く車って感じ、うんうんうん、はい、であとここにこういうのがついてますね。こういうの、こういうのサイドガーニッシュだね、うん、これも G グレードの加色になりますね、うん、これもかっこいいね、すごい特徴的、うん、かっこいい、うんうん、なんかちょっと刀みたいな。ああ、そうやね、うん、ほんまやね、ね、かっこいいね、かっこいいこれ、うんうん、横から見た全体もすごい大きい。そうだね、うん、なんか重厚感がある感じ、うん、ありますね、うん、で結構厚みがあるというか、うんうん、で次後ろ行ってみましょう。はい、はい、このバンパーの下がね、うん、まあ、これも G グレード専用の加色になっていると。そうですね、これも特徴的だね。そうですね、うん、あとマフラーがもう消えてる、マフラーがもう出してないタイプですね。そうだね、もう見えないようなデザインになってますね、うんうん、全然出してない。でこれが G グレードの E フォース E パワー、すごいパワーがあるっていう感じですね。すごいパワー、すごいパワーがあるっていう感じですね。うん、うん、すごいパワーね、すごいパワーがみなぎってる感じはします。みなぎってます、みなぎってる。これ4駆やね。そうやね、うん、電動の四輪駆動ということで、すごいね、めっちゃ走りが楽しみ。そうですね、うん、でこのエクストレイルね、うん、日産の技術でエンジンとモーターがついてるんですけども、うん、駆動自体はモーターで走って、でエンジンは発電用に使われてるということで、うん、ちょっと日産の特徴というか。そうやね、うんうん、これがちょっと後の試乗がね楽しみですね、うん、めっちゃ楽しみ。じゃあ内装の方行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、
あ、その前に例のやつやりたいんですけど。例のやつ。例のやつ。これいけるタイプですよね。うん。じゃあちょっと。いけました。そんな足ブンブンせんでもいけるんじゃない。それでは内装行ってみます。すごいゆったり感。ゆったりしてる、うん、めっちゃリラックスって感じ。めっちゃ広い。高級感がすごいありますね、うん、すごい高級感。はい、じゃあエンジンかけてみます。これね、シート覚えてるからエンジンかけるとシートが戻る位置に。あ、いいですねそれは。ということでちょっと自分サイズに。ここでシートが覚えてくれてる感じですね。あ、そうやね、うん、まずメーターパネル、うん、12.3 インチで、うん、非常に大きく見やすいメーターパネルですね、うん、めちゃくちゃ見やすいですね。ナビがねすごい横型、なんか運転してても全然ここ邪魔にならないし、高かったら邪魔になるけど、うん、全然邪魔にならない。ここら辺もすごいシンプルで上品な感じ。横型の全画面のナビが見れるっていうのが見やすくていいですね、うんうんうん、すごい見やすい。運転にも邪魔にならないし、いいんだよね、いいと思います。エアコン、運転席、助手席、独立ですね。お、これはこれはこれはまさかのあれですよ。充電器じゃないんですかこれ、ひょっとして。これも置くだけ充電ですよ。ちょっと携帯やってみましょう。やってみましょうか、うん、置いてみます。あ、ランプついた。お、充電中になってる。すごい、これめちゃくちゃ便利。これあるとめちゃくちゃいい機能ですね。これいいね、うん、シフトレバーが、うん、これ電気なんでね、うん、ちょっと特徴的なシフトレバーになってると。そうですね、うん、ここが木目になってますね、うん、ここが木目調ですね、うん、木目調で結構シックなデザイン、うん、レザー で、うん、でここは木目調ではなく、うん、なんか直線の直線の感じこれ直線調ですね。これは木目調で直線調、直線調ね、直線調ね。 あとここはねデジタルインナーミラーということ で、 そうですね、最近はもうこれがね主流で、うん、これいいですよね。これね、これいいですよね、便利。はい、ここでモード変更ですね。エコモード、スポーツモードか、これ。あー、っぽいね、うん、で、あと確かにそのフラッグ的な感じやもんね、うん、スポーツモード、エコモード、うん、真ん中は何やろね。普通モードやな、うん、これは普通モード、スノーモード、山やね、山道やね。なるほど、山道も走ってみたいね、これね、うん、でこれ真ん中は急な下り坂を降りるときに、うんうん、電子制御でね、ブレーキを制御してくれるもんだと思います。なるほどなるほど、はい、そしてここに、うん、オートパーキング、これめっちゃやってみたいんですけど、ちょっと後でやってみましょうか、うん、やってみましょう、はい、EV モードに E ペダルモードと、うん、なるほど、これも後で試してみましょう。やってみましょう。それでは後ろの席に行ってみましょうか。ドアがね、全力で開くからめちゃくちゃ乗りやすい。あ、そうだね、うん、目いっぱい開くんで。そう、めっちゃ開く、うん、これ乗り降りしやすいね。うん、めっちゃ乗り降りしやすい。荷物とか持ってても、うん、あの乗っけやすいですね、うん、これはいいね。うん、めっちゃいい。しかもね、めっちゃ広い。広いね、中は室内光かなりあるね、うん、うん、高さめっちゃあるし、うん、前もゆったりしてる、うん、確かに、うん、でね、ここレールあるんですよ。あ、ほんまやね、うん、これスライドするのかな、これが。あ、すごい、後部座席も。なるほど、全部移動する。なるほど、これはね、あれやね、あの5人乗り、7人乗りも選べるみたいですけど、これは5人乗りですね、うん、リクライニングはできる、うん、これが何回か行くけど、そんなめっちゃめっちゃ寝たりはできない。そこ、それがまあ目いっぱいやね、うん、まあ、これだけ寝れたらゆったりはするけど。ゆったりはしてるね、うん、もうちょっと行くんかなっていう期待はしちゃうけど、うん、でも全然ゆったり、うん、まあまあ十分な、うん、広さあります、うん、高さもあるし。で、後ろにもちゃんとエアコンついてるし、 USB のやつもついてるし、ヒートヒーターもついていると。シートヒーター、シートヒーターもついていると。この後ろのエアコン調整が独立されてるっていうのがすごいね、うん、めっちゃいい、うん、
とここがこうやってドリンクホルダーにもなると。なるほど、うん、いいね。なんか車じゃないみたい。何めっちゃなんか家におるみたいな。あ、家におるみたいな、うん、あソファーみたいな感じ。あ、そうそうそう、うん、ちょっとドアを閉めて、ね、めっちゃいい機能がついてるこれ。あ、これはいいね、うん、ミニバンではね今だいぶついてるけど、うん、こういう SUV タイプはなかなか、うん、あんまりないやんね。あんまりないね、うん、めっちゃいい。これこれめっちゃ優しいね。じゃあラゲッジスペース行ってみましょう。行ってみましょう。ではラゲッジスペース見てみたいと思います。これは足っかり持ってないわ。開けますね。さえ、ここここでしたね。広い、めちゃくちゃ広い。海外旅行とか行くときスーツケースとかでも全然乗せれるね。ウィンタースポーツとか行くときとかでも結構大荷物があっても結構詰めるスペースはある。うん、ありますね。もうちょっと開けてみますね。おお、なるほど、うん、お、うん、お、もう止まるようになったよね。これめっちゃいい。へえ。なんかこうシューって言ったらそのままシューって止まる。ああ、ちょっとしても小物が入るような、うん、スペースになってると、うん、片手こうやってやりながら作業するのって難しいけど、これ止まってくれてたらめっちゃいい。で、応急キット、応急キットと、ここも開くのかな。あ、なるほど、バッテリーがここに入ってる感じだね、うん、あとここにね、コンセントついてる。あ、1500ワットまで。あ、これはいいですね、うん、これはいい。今の時代こういうのは必要になってくると、うん、なってくる。で、アースがあって、でそこはシガー電源やね。うん、なるほど、なるほど、うん、いいですね。後ろも充実してますか。はい、はい、でボタン1つで閉まると。じゃあ内外装はこんな感じになりますので、はい、では試乗行ってみましょう。はい、乗りたい、はい、では新型エクストレイル試乗行ってみましょう。行ってみましょう。もうすごく楽しみにしてました、うん、この日産車の走り。なんかね、ハンドルの持ちやすさもすごいいい大きさ、いい大きさ、いい太さって感じ、うん、結構ね、つるんとしてる。握りやすい、握りやすい。結構乗る前は、まあ、車大きいから怖いなと思ったけど、多分ハリアーとかぐらいのサイズかな。なんかそうだね、ハリアーぐらいのボディサイズ、うん、それぐらいになると結構怖いなって、大きいから怖いなって思うけど、うん、でも結構乗りやすい。やっぱ静かやね、うん、めちゃくちゃ静か。かなり、うん、エンジンは動いてるけどほとんど聞こえないというか、うんうん、全然、まあ、あの、まあ、もともとエンジンはもう発電用だけのエンジンなんで、うん、駆動はモーターでしてるんで、うん、かなり力強いのと、うん、かなり静かやね、うん、めちゃくちゃ静か。ちょっとアクセル踏んでもなんかついてきてくれるというか、うん、頑張ってる感なくパワフルな走りって感じ。なるほど、静かさとパワフルをめっちゃ感じる、うん、すごい安定してるしね、楽しい。揺れ自体は、うん、まあこの辺のそのボディサイズのと似たような感じの、うん、そうやね、うん、めっちゃ揺れへんっていうわけではないけど、ね、でもまあ安定はしてるし、うん、SUV はこれぐらいな乗り心地なのかな、うん、そうやね。前にもディスプレイが映っていて、あ、なんか、右折左折の時もなんかクックって感じじゃなくて滑らかに、うん、滑らかに、うん、4WD なんで、うん、4輪ともに電子制御で駆動を調整しているというか、なるほど、その曲がりやすいようなトルク配分でタイヤを回してるっていうような仕組みになってますね、うん、じゃあ今から E ペダルモードでいきましょう、うん、なんかアクセル離すときに何なんかブレーキかかるって感じ。そうやね、うん、そのワンペダルでいけるんで、うん、その完全には止まらないけど、うん、
これ右ね、はい、完全には止まらないけど、アクセル外すと回生ブレーキが効いて、うん、かなり減速するような仕組みになってると。うん、なんかアクセル離した瞬間ブレーキがかかって変な感じした。うん、慣れたらいいんやろ。慣れたらね、これかなり楽というか、ブレーキを踏む回数がかなり減るんで、うん、なるほど。おお、なんかちょっと左？左で。はい。あ、なんかブレーキが硬い。おお、まあ、すごいスムーズな加速。加速がすごいね。うん。めっちゃ気持ちいい加速やね。うん、めっちゃパワフルな感じ。すごいアクセル踏んだらすごい加速。アクセル戻すと結構ブレーキかかるんで、うん、かかるかかる。ブレーキのランプもついてるから、うん、ブレーキ踏んだ状態になってる。なっとる、うん、後ろの車からしたら、あ、ブレーキかかるよなってのが早めに分かるという感じ。安全やもんね。まあ、そうですね、うん、じゃあ今からオートパーキングやってみます。はい、はい、ゆっくりね、うん、はい、でちょっと左をもっと寄せて、で、ゆっくりね。はい、ここら辺でちょ、一回ちょっと止まって。はい。で、その P ボタンを押してもらって。はい。だ、なら、うん、そこに止めますよって出てるやろ。うん。うん、で、それで、駐車開始、右側の。もう離していいの？離して。離したままで。アクセルも離すよ。大丈夫よ。すごい賢い、面白い。おお、めっちゃ動いてる。あ、すごいすごいすごい。おお、バッチリ。すごい。バッチリ止まりました。しかも一発。一発で。切り返しなし。どんな感じか見てみよう見てみよう。あ、しかもちゃんとピン入れてくれてるから。そうね。ほぼまっすぐ。バッチリオッケー。完璧まっすぐやな。自分で止めたら絶対、自分で止めたら絶対2回切り返しとかするし、一発ってなかなかこんなうまく止まらへん。すごいね、うん、これは便利やね、うん、車これだけ 大きくて、あの運転苦手でも駐車これできたらめっちゃ便利。話題の車紹介チャンネル遠藤チューブ、日産新型エクストレイル編、いかがだったでしょうか。すごく未来的なデザインとパワフルな走りで、とても魅力的な車でした。少しでもこの動画がいいと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた、バイバーイ。